ストスタートしちゃった。はい、ストーク青に、はい、そうそう、はい、第2回飲食店おにょっこ。過去にあった飲食店おにょっこ、はい、こちら大好評だったため、もう一回やらせていただきます。で今回も前回と一緒で翔ちゃんが鬼です。で、3人、俺らが右です。で、ね、まあ、鬼ごっこをね、するのはなんか店内で鬼ごっこをするわけじゃないです。で、これはもうルールはそれです。今から10店舗の飲食店を用意しました。で、これ食べる順番も決めております、はい、で、最初、翔ちゃんには20分間ここにいてもらいます。で、先に俺ら3人は1店舗に食べる。で、僕らを追いかける形で来てください。で、翔ちゃんが食べた時点で俺らが食べてるところを超えられたらこちらの勝ちです。今回、使わせていただくお店はこちらです。はい、というわけでこんな感じのお店で、はい、前回とガラッとねお店は変わるので、違う感じが見えると思います。で、もう一つルールがあるんですけど、食べ終わったらグループに LINE を入れてください。というわけでもう早速食べていきましょう。それでは、いきます。じゃあ20分開始します。はい、ぐるぐるってことで行きます。君らが先輩をかばすのに先輩をくれるも外せない。前回僕はワーターンで先輩さん待ってください。ということで勝ちしかない。行ってらっしゃい。よーい、スタート。ということで僕はね、どうもりでもやって待ってます。はい、はい、ということで松屋着きました。ここからね、僕たち分断されていきたいと思います。はい、ということで続きまして行きます。うめぇ。はい、ということで、ハイテム君も間に合ったということで、天然たい焼き屋さんでございます。聞き込みやない。ここでね、カスタードを食べるよ。カスタードを食べるよ。カスタードを食べたいな。お前がるとやばい。はい、ということで、はい、買ってまいりました、たい焼き、はい、カスタードですね、全部で。ということで、いただきます。いただきます。熱い。頭を食べると、魚余裕じゃん。うまっ。ということで、タイマーが鳴りました。ずっとね、どうもりやってましたね。20分あっという間でした。ということで早速、僕も松屋の方に向かいたいと思います。 OK です、じゃあ、うわっ。あ、オッケー、次行きます。松屋到着です。早速入って注文して食べていきます。はい、というわけで次はサンマルクに行きます。いや、次でもう3店舗目です。ここ有名ね。じゃあ入ってきます。はい、というわけでチョコクロです。いただきます。はい、ということでね、他メンバー2人はね、店内で食ってるんですけど、俺はそれに持ち帰りで買ってきました。追加だとね、ファミマで水を調達しました。これ今後使うんで、重要な金になるから。いただきます。試食しました。サンマルクカフェもセアです。次もついきます。続いて、たい焼きです。ということで買ってきました。いただきます。サクサク。さっきね、ハヤテがね、俺が松屋食ってる時にたい焼き食べ終わったって言ってたから、ワンチャン追いつける。ハヤテはすぐ。ごちそうさまです。次、サンマルクカフェに向かっていきます。たい焼きを出たそうです、翔ちゃん。やばい。え、たい焼き出て次サンマルクで、もうここなのよ。ここなのよ。サンマルクに関してはあのクロワッサンなんて翔ちゃんの試合多分10秒ない。
やばいやばいね。彼の潜在能力ちょっとダメって考えすぎてた。久しぶりにちょっと猛威振るってる。やばいよマジで。ということで続いて302カフェのご苦労買ってきました。いただきます。ワンちゃんね、モスで追いつけるよ。ごちそうさまです。次行きたいと思います。うわ、来たよ。ちょっと待って早すぎる。もう来ちゃった。早すぎる。やばいやついるじゃん。すいません、やばいやついるじゃん。意味がわからないんだけども。もうね、紹介する方もない。ないです。まだ、いただきます。いかにここでリードするのか。うわ、あったけやん。続いてのバーガーキングなんで、バーガーキングのテンションに若干寄ってここで食べます。で、しおちゃんがもうモスバーガー来てたんで、ね、でもモスバーガー今混んでて注文で結構時間取れると思うんで、まだ余裕かな。いただきます。はい、はい、ごちそうさまでした。じゃあ、早く頼んでいいですか。もう、早く進んだ。てめえが最後じゃん。ということで届きました。モスバーガーです。いただきます。やっぱうまい。はい、ごちそうさまでした。続いてバーガーキング行きたいと思います。ごちそうさまです。次向かいます。はい、というわけで、ハンバーガーです。で、飲み物でお湯出してもらいます。変速ハンバーガーきつい。いただきます。さすがにここまで来るとめちゃめちゃきつい。ただね、止まってる余裕も全くない。ジニア初めて来るんですけど、おう、スモーいただきます。うん、おいしい。バーガーキング買いました。立ち止まってね、食べたいと思います。はい、いきました。あ、マジボケたいんだけど、ボケる暇がなさすぎて。うん、ごちそうさまでした。ということで水買ってきました。ごちそうさまです。ということで続いて、ディアーナパパ。はい、というわけで、禁酒でございます。はい、ピアードパパです。いただきます。え、マジ、しょうちゃん、すぐそこ。ということで、僕も追いつきましたよ。いただきます。もう、こっからね、なんだかんだ軽いから。はい、ということで、続いて、ピアードパパ買ってまいりました。いただきます。買った。濃厚。キャパがシビアだな。まだ限界ではないけど。というわけで、ラスト一口、ハイテ君も横にいる中、食べます。でかいんだよね。ごちそうさまでした。では次、サーティワン行ってきます。それなんです。ということで、終わりました。続いてサーティワン。ちょっときついですね。ということで、買ってきました。いただきます。今までの情報されてる。はい、というわけで、いちご、ダメだ。サーティワンで、ストロベリーチーズケーキで、もうショちゃんが本当に後ろにいて、あの人もピアノパパ多分もう終わって大得意のアイスに来るんですよ。もう俺と入ってアイス配給できないから。やっべ、本当に長いけどこれ。完食です。大丈夫です。サーティワン買ってきました。いただきます。やっべー、やっぱそこなんだ。やばい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 。ここしかない。いただきます。ごちそうさまでーす。早っ。お前、行け。エビ、お前だけだ。お前早っ。待って、動くやん。早動くやん。完食です。残念。じゃあこれ片付けお願いします。エビ、クネです。いただきます。いただきます。ごちそうさまでーす。はい、続いてこちらのケンタッキーで買い物です。あのね、僕は横断歩道行ったんすよ。君信号行っちゃったんだよ。
これで信号止まったんだよ。引っかかっちゃったの。いや本当だったらここがチンしてなかったかも。いただきます。ごちそうさまでした。はい、僕です。うわ、惜しい。勝てたはずなんだよ。